バルカンエンジン、バルカンエンジン、ベルケインは、欧州宇宙機関、ESA のアリアン5ロケットのエンジンである。技術的な理由により、地上で指導しており、離陸時の水力のおよそ10%を生み出し、離陸時の90%の水力を生み出す両側の、固体燃料ブースターの切り離し後の飛行の第2段階で、主使用される。複数の派生型がある。頭文字のボルトは、 開発施設のあるベルノンに由来する。バルカンエンジンは液体水素と液体酸素を推進剤として供給されるガスジェネレーターサイクルのロケットエンジンである。燃焼室はチューブウォール構造で内部に客材として液体水素が循環する再生冷却である。被水力は433秒である。バルカン2ではノズルが新天式になっており、膨張費を45。 1>, 1から53.8、1まで変えることが可能である。その構造上、新展式の下部は従来用いられてきた液体水素を循環させて、ノズルを冷却する再生冷却を採用することが難しいため、ターボポンプを駆動した後の排気ガスを再噴射することで炎が直接当たることを避けるフィルム冷却を部分的に採用している。そのため、被水力が 初代に比べやや落ち、431秒である。ただし、燃焼圧力の増加と新展式ノズルの採用により、膨張比を高めることによって相殺している。アリアンゴロケットの第一弾 EPC の、総理消水力の8%を供給する。両方のエンジンの燃焼時間は600秒である。全高3メートル、直径1.76メートルで、 重量は 1686kg で、最新型の水力は137トンである。酸素ターボポンプは 3MW で 13600RPM で回転して、水素ターボポンプは 12MW で 34000RPM で回転する。総流量は 235kgS で、水素はそのうち 41.2kgS である。担当箇所エンジンは、 ノズルの直径1.76メートルで、重量は1685キログラム、全高3メートルである。通常の飛行では10分間作動する。打ち上げ時に点火後7秒間で、障害発生時には停止されて打ち上げが延期されるが、すべてのシステが正常であれば固体燃料ロケットに点火して、アリアン5は離陸する。最大寿命は6000秒で、始動回数は20回である。 水力は、創価される三角形の金属製構造体を介して、伝達される。上部は2機の固体燃料ロケットの排気からの、熱放射から防護するように覆われている。ガス発生機サイクルにより、主燃焼機へを送られる、推進剤の3%が、ガス発生機へ送られ、ターボポンプの駆動に使用される。高圧噴射機へは2機の独立した、ターボポンプで行われる。 バルカンエンジンは毎秒200リットルの酸素と600リットルの水素オレラのポンプで供給される。これらの弁は電磁弁によって供給されるヘリウムガスで作動する気圧シリンダーによって作動す。る。混合比は酸素ターボポンプの噴射弁を開閉することで変えられる。水力 1140KN は燃焼室内で燃焼した水深剤によって生成された。 高速の噴出ガス流で得られる。液体酸酸素と液体水素は燃焼室へ全部の516個の同軸で構成される噴射器から入る。高温燃焼のため燃焼室は液体水素を壁面に縦方向に機械加工による360本の溝の内部を循環する。ノズルは確実に噴出するガスの速度は最大4000メートル毎秒まで加速する。 4X4mm で厚みが 0.4mm の456本の螺旋状に巻かれて溶接された管で構成されており液体酸素を循環して冷却する。それらは内壁をフィルム冷却で冷却する。ヘリウムガスは炭素複合材と地炭性の300リットルのタンクに390バーで保存される。地上でのエンジンの始動は 固体燃料ロケットに点火する前に運転を確認するため7秒を要する。指導用の粉末によってターボポンプを駆動するタービンの回転速度を上げてから燃焼室内で点火する。バルカン2は 1350KN の水力をもたらす。最初のバルカンの改良型である。全高3.60メートル、直径2.15メートル。 水素ターボポンプは14メガワットの出力である。この新しいエンジンは古い型よりもアリアン 5S 差のペイロード容量をおよそ20%または1.3トン増加した。この極低温エンジンでは液体水素と新しいイタリア製の 13000rpm で回転するターボポンプにより161バーの圧力で供給される液体酸素を 混合燃焼する。また、ターボポンプのタービンからガスを注入することができる、ボルボエアロが開発した新しのズルを有する。排気ガスの膨張比を向上させるために50センチメートルのズルは延長された。機械的、熱的な問題によって、開発には多くの時間を要した。バルカン1と2の最大の違いは、直径46ミリメートル。 厚さ 0.6mm の288本の円管で構成されている冷却ノズルである。溶接部の数の減少は、生産時間を13から5週間に短縮し、製造コストを低減した。しかし、アリアン後のフライト157の打ち上げに、失敗の原因は、この新規性が原因であるとされる。認定試験の間に、冷却管に亀裂がすでに生じていたが、彼らは、 必要な品質基準を満たしているとして修復されてしまった。実際の飛行条件のみ、この型のロケットエンジンの深刻な設計上の問題顕在化することができた。そして、アリアン後のフライト517でこれらの亀裂が再び発生し、その後のノズルの壁に穴を開けたザクツ現象の出現につながった。ノズルが耐えることができる熱的及び動的荷重は高かったが、 シミュレーションでは、地上テスト中に、それらを検出することができなかった。この事故の後、打ち上げの失敗の原因を究明した、調査委員会は、アリアンスペース社に、バルカン2のエンジンの製造の品質を向上させるだけでなく、これまでのバルカン1での経験に基づいて、客システムを変更することを勧告した。また2011年3月30日のアリアンを、 列車の起動時に障害があり、安全上 EP は添加されず、打ち上げは延期された。その後、4月22日に円滑に打ち上げられた。フランス国防省は1957年にすでに、低温燃料、ロケットエンジンの開発を決めていた。最初の試作機が1964年に運用開始されて以来多くの世代のエンジンが開発された。 1988年にハーグで開かれたイーサの閣僚会により強力な運搬ロケットであるアリアン5の開発が承認され、同様に新しいエンジンであるバルカンエンジンの開発も承認された。スネクマによって構成要素が比較的短期間に開発された後、1990年4月に最初のバルカンエンジンの燃焼試験が行われ、 1996年6月4日に最初の打ち上げに使用された。バルカンは285回の試験で、運転時間は累計8万5000秒に達した。改良型のアリアン 5GS には、バルカン1バイトと呼ばれるエンジンが使用される。燃焼出圧力が10バー上昇したことにより、水力は 20KN 増えた。1990年代末により強力な、 上段エンジンの重量が増えたことにより大型のアリアンゴ s サが提案された。後継のバルカン2が開発された。2002年12月11日の最初の打ち上げ時にノズルが高温の負荷により、ノズルを構成する管に亀裂が入ったことにより、冷却剤が失われ破壊に至った。さらに、真空間強化において、バックリングが雑屈で破損した。 バルカンの開発は1988年に始まった。1996年にアリアン号ロケットに搭載されて打ち上げたが失敗した。1997年に最初の打ち上げに成功した。2002年には20%推力を増加した改良型のバルカン2が最初の打ち上げを行ったが失敗。原因は重量型と推測される。 構造体の気候的な補強と内部を冷却剤の水素が循環する間壁の耐熱性の強化と同様に冷却管の炎に直面する側の耐熱被覆を含むノルが再設計された。最初の飛行が成功するのは2005年の打ち上げだった。複数のエンジンの改良計画があるものの、現在の計画では改良型エンジンの開発計画はない。もし実行されれば、 新しいエンジンは2004年5月10日に一括、発注された30機のアリアン5 s ッサの PAA バッジ以降に導入が予想される。2007年6月17日、ボルボエアロは2008年の春に新しいサンドイッチ、技術で製造されたバルカン2の燃焼試験を予定すると発表した。主な製造会社はスネクマである。液体水素、ターボポンプの供給も行っている。 液体酸素ターボポンプはイタリアのアビオ社である。ターボポンプを駆動するガスタービンを製造しているのはスウェーデンのボルボヤロ社である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。